皆様こんにちは。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。電車を愛する旅人のる人です。ここは JR 西日本兵庫駅。この兵庫駅から分岐している和田岬線っていう路線をご存知ですか？全長は 2.7 キロで、駅の数はたった2つっていうとっても短い路線なんですけども、なかなか面白い路線ということで全国的にも注目されている路線なんですね。その和田岬線に今日は乗っていきたいなと思っております。はい、ホームから階段を降りますと、このように和田岬線専用の乗り越し生産、そして右を向いてみると改札機がありますね。改札の中なんですが、改札がまたあるという二重改札になっております。和田岬線に乗るにはこの改札を通らなきゃいけないんですが、今日は青春18切符で移動しているので、このインターホンを使って係員の方に改札を開けてもらいます。こうやってインターホン越しに青春18切符であることを告げると改札を開けてくれるんですね。改札を抜けると右手に和田岬線乗り場があって、左手には和田岬駅からの切符売り場って書いてますね。券売機が置いてあります。で、この屋根付きの通路をしばらく歩いていくと見えてきましたね。青い電車が止まっているのが分かりますか？これが和田岬線の車両、103系国鉄型です。和田岬線のホームは東海道本線のホームから一段低いところにあるんですね。このように一段高いところを東海道本線の電車が走っています。かつてはこの青い103系のあの路線を走ってたんですね。はい、扉が閉まりました。いよいよ出発です。はい、ゆっくりゆっくりと兵庫駅のホームを出発しております。まあ、ここからはねほんの5分ほどの乗車なんですが、ちょっとゆっくりとね車窓を楽しみながらお付き合いいただけたら嬉しいです。まあ、しばらくはねこうやって東海道本線の脇をゆっくり走っていくんですが、そろそろ、東海道本線への渡り線が分岐、これですね、これが東海道本線との連絡線になりますね。和田岬線の車両はここを通ってやってきます。この和田岬線はかつて貨物輸送も行われておりまして、この先にある兵庫港からの荷物を運んでいたんですね。で、この後の阪神高速の下をくぐるとその先に見どころがあるんですが、そろそろね右手に線路が分岐するんですけど、その先をじっくり見ててくださいね。ここです、ここです。この線路この先にあるものが見えます。これ見えました？はい、アップでもう一回。はい、 E5 系はやぶさ号止まってましたね。先ほどの場所が川崎車両っていうね車両工場があるところなんですが、あそこでは新幹線をはじめ在来線の電車とか、あと大手私鉄とかね、いろんな会社の車両電車を作っているんですね。で、この踏切を越えたところにもう一つの見どころ、ここ川を渡ってるんですが、この川に架かってる橋が全国でも珍しい特殊な橋なんですね。まあ、船が通るときには線路の方が海景にして船を通す、全国でもここだけの回転橋だそうです。まもなく和田岬です。
まあ本当ね、こうやって喋ってるうちにもう次の駅、もう終点ですね、終点の和田岬駅に到着します。距離にして 2.7 キロ、乗車時間5分、短い旅の終了です。先ほどの兵庫駅での二重改札ありましたよね。あれの理由なんですが、まあ簡単に言うとこの和田岬駅が無人駅だからなんですね、うん、なのでもう兵庫駅の時点で改札をしてしまおう、和田岬駅の改札があそこにある、そんな感じなんですね。ただこの駅の無人駅っぷりがなかなかカオスだなって思ったので、その様子をちょっとご覧いただきたいと思います。はい、扉が開いたらこのように皆さん一斉に車外へ出ていくんですが、ちょっとこの先もね、皆さんがたむろってる場所、もうね、ホームに直結して階段がついてるので、もうどっからでも入れますよっていう、そんな感じのホームなんですね。というなかなかカオスな終着駅和田岬でございました。この路線はこの電車1編成だけで往復ピストン輸送しながら運行されています。まあ、103系国鉄型のもう50年近く頑張ってる車両なんですが、まあ、いつまでも頑張ってほしくはありますが、引退の時期はそろそろなのではないでしょうか。はい、和田岬駅終点駅、ちょうどね線路の端っこでございます。でそれを横目にこうやってね、まあ、ファミリーマートかな、コンビニがあって、まあ、改札らしきものが一切ない駅でございます。ダイヤも朝と夕方、本当にね通勤に特化した路線でございました。以上、最後までご視聴いただきありがとうございます。またのご視聴をお待ちしております。電車を愛する旅人、乗る人がお届けいたしました。ありがとうございます。